はい、ともひろきです。昨日はまた板金屋さんに行ってきました。はい、というわけで昨日、2012年8月2日に、また板金屋さんに行ってきました。昨日はランチではなく夜にお酒を飲みに行ってきました。で、昨日の飲み会なんですけども、YouTubeで動画をアップしている YouTuber さんたちが集まってみんなで楽しくお酒を飲んでお話をしました。ちょっとその模様を少しだけ撮ってたのでそれをちょっと今回は見ていただこうと思います。ではどうぞ。とりあえず乾杯。乾杯。はじめまして。はじめまして。部屋です。さあ、ということで、YouTuber の動画変態、よりぐんが行きますここから見ますよ。これからね、いろんな、なんか、あと、これ実はどこも来ると思うんですけど、変態すぎ撮るのにもない、撮るのにもない、いっぱいですよ。いや、面白いです。始めたいと思いますよ。銀座市で撮ってます。どんな顔なんですか。みんな撮らんから今何撮ってんだよ。沈みます。やっぱりガリガリ君はガリガリ君で食べるのもいいかなって思って。来てます。ノーマルサイズ。ちゃんとしたノーマルサイズのガリガリ君でした。まずこれを一口食べるのかな。いただきます。食べれ。どうぞ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 。すぐ食べる。ずっと食べる。はい。食べて飲んで。食べて飲んで。いかがですか。俺しかいないんだよ。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと最後があれでしたね。この動画を上げて低評価がついた場合は全部宗さんの低評価だと僕は判断します。というのは冗談ですけども、かなり、楽しく充実した飲み会だったと思います。やはり皆さんいろいろなカメラやその他機材の見せ合いことか情報交換などをして、本当に皆さんも仲いいという感じで楽しくワイワイ過ごせました。8月11日にまた、板金屋さんでオトチェットというイベントが開催されます。それもまた行く予定なので、最近はかなり板金屋さんに行く頻度が多くなってきています。これを見ている方で行くという方、僕を見つけたらぜひ声をかけてみてください。というわけで今回は飲み会の模様をちょっとだけ見ていただきました。楽しんでいただけたでしょうか。というわけでひろきでした。バイバイ。